それではこれより一発と昭和電気機械を始めます。まず最初に大教諭に一言お返しします。でも結構出るんですよ。皆さん、おはようございます。バスまではちょっとわかんない。おため中、お集まりいただきまして、また、僕からもありがとうございます。日頃より一層さっとご利用いただきまして、ありがとうございます。今日は、新しく、入居いたしました、名称トムソンをはじめ、10棟ほどの展示を予定しております。周りでは子供も生まれる時期になりまして、これから後輩の手術に入ってくるわけですが、ぜひ皆さん、ご検討いただきまして、当スタッドの、スモボのご利用をよろしくお願いいたします。本日は、誠にありがとうございました。また松本オーナーのご厚意で、お弁当を用意しておりますので、帰りぜひお持ち帰りいただきますようよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは昭和の方、説明させていただきます。まず最初に、新入昭和の、名称サムソン号です。最初に、名称サムソン号、それから今日10棟ほどの展示を予定しておりまして、最後に、名称ボーラー待機チャルトルの、親子を紹介して終わりたいと思います。よろしくお願いします。名称サムソンです。速射区ですが、最高167、距離199、簡易20、これ11体です。昨年の11月に車台スタリオンより、トースタッドに入居しております。父オペラハウス、母マイビビアン、母の父がダンシングブレームで、競争成績は、ダービー皐月賞、春夏の天皇賞と G1、4勝しており、約10億6000万稼いだ名馬です。タンクの方ですが、早くも、2世代がデビューして、活躍馬を出しております。初年、初タンクのサムソンズプライドが3連勝で、トライアルのプリンシパルステークスを快勝し、ダービー出走を果たしており、また今月出走したシラフジステークスも3着と、調子を上げております。また当選アルニカは、中山特別を、勝ち、エリザベス女王杯では4着と大健闘しております。他にも、姫さゆり賞を勝った名勝武士、姫川特別を勝ったオリジナルスマイルなどが活躍しております。このように、初年の3区もまずまずの成績を残し、2世代目も、徐々に、勝ち上がってきておりますし、今年の2歳デビュー組は、最も、タレ付け頭数の多い世代で、十分、期待が持てると思います。今年の、単位料は、自体の50万円、単位単勝の80万円です。だいぶ付きやすい価格に、なっておりますので、ご検討の方よろしくお願いいたします。皆さんも、感じていると思いますが、タンクは 1800m 以上のレースで、主に力を発揮しています。しかしながら、中央、南関東、地方を合わせてみても、短距離マイルの方も十分勝ち上がっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、タンクが、今年デビューの、ルースリンド号です。速着は、最高168、距離193、簡易20.5で、8歳です。父はエルコンドルバター、母の父イスティングスターで、祖母がアメリカ牝馬チャンピオンの、レイト・グルーマーという条件、です。本馬の競争成績は
3歳から9歳まで走っており、45戦して14勝を挙げております。2着も11回と、45戦のうち25回が1着2着と、堅実な競争成績を収めています。主な勝ち蔵は東京記念が2回優勝しており、スパーキングサマーカップ、金杯などにも優勝しております。3区は今年デビューで、14頭が生まれており、小出しもよく、期待されております。エルコンドルバサーの守護馬は本馬の他に、ソングオブウィンドと、バービリアンがいますが、ソングオブウィンドは守護馬として、勝ち馬を多く出しており、3区戦績も上々です。バービリアン3区も、今年デビューですが、非常に人気が高いので、本馬のルースリンドも数少ない3区ですが活躍馬を出してくれると思います。今年の種付け料は受胎の10万円また3区誕生後20万となっております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、今年初年度参加賞となります、オーケーブルース2号を紹介いたします。最高上位193.5です、そして8歳です。本馬の競争成績は菊花賞、京都大賞戦など、5勝を挙げ約5億円を獲得しています。菊花賞では大外を一気にまくる、豪快な競馬で、福島デビュー馬として、史上初の優勝馬となりました。また翌年のジャパンカップは、花座の2着でしたが、非常に印象深いレースで、最高峰から大外一気で、コンジット、レッドデザイアなどをごぼう抜きし、最後はウォッカと並んでゴールしております。父はジャングルポケット、母の父シルバーディティです。ボケは、ミスタープロスペクターと同じ品系で、カナダ年度代表馬で、JBBA の勝負馬となり成功したチーフベアハートなどがいます。種付け量の方ですが、今年も、時代条件の50万となっております。ぜひ、検討していただければと思います。トリビンオーケンブルースリーはトリビン系で、サンデーサイレンス系の、繁殖牝馬に、交配すると非常に相性がいいです。同配合の、G1 ホースにトールポッキー、ジャガーメール、アベンチュラなどがいます。ぜひ、検討ください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。バンブーエール号です。体高が163、胸囲193、肝囲12歳です。本馬の競争成績は、JBC スプリント東京杯クラスターカップの、10勝3勝を含む、10勝を挙げ、ドバイにも挑戦し、ドバイゴールデンシャヒーンでは世界を相手に4着と健闘しています。本馬の父はアフリート、母の父レインボークエスト、父アフリートは3年連続ダートチャンピオンサイヤーです。ボケの方も、非常にしっかりしていて、祖母、プライスレスフレームはサラトガシュダンビングの2頭の G1 馬を出しており、共に勝馬となっております。母レインボーウッドの、姉妹もみんな優秀で、
ニアリテールは C14 章のテイクウェイを排出、ヘッドラインは、シルバブ・アンシェントワールドの、2頭の G1 馬を排出、そして、本馬の母レインボーズと、4頭の G1 馬を出しております。また、ノーダンダンサー、サンデーサイレンスが一切入っていません。非常に、配合がしやすく、昨年の、初参加は、小出しがよく評判になっております。ぜひ一度検討してみてください。後配慮の方ですが、昨年同様、辞退条件の3万、3万、3万、30万円となっております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。続きまして王権マジックです。対抗161、ちょい188、簡易 10.5 です。本馬の競争成績は20戦3勝で、芝ザート問わず、堅実に活躍し、芝の前寄せではナイトピッチャーズ皐月賞2着馬のトライアンプマーチに決着しております。父はタイノギムレットで、代表3区に2年連続年度代表馬に輝いたウォッカ、スマイルジャック、シラボックロイヤルなど活躍馬を出しております。タイノギムレットの、初の後継勝馬となります。母系は、名品ロジータの決勝で、本馬の成績はもちろん3区の成績も優秀で、帝王賞、川崎記念など決勝を挙げたトレンドル、ナロー記念、朝日チャレンジカップなど8勝を挙げた鈴木ガンオーケストなど、5頭のオープン馬がいます。後輩例の方は、辞退条件の10万円3区誕生20万になっています。よろしくお願いいたします。グリーンフォーです。最高164、脅威194、簡易21、13歳となります。この馬は、オーストラリアでの、サンデーサイレンスタンクで、当時の報酬競り場最高額の、約1億2000万で落札されております。競争成績は24.6勝、障害が2勝しております。3歳で6.4勝、4歳は4.2勝、新馬戦、森山特別、アイランドトルフ、白州ステークス、奥多摩ステークスと、順調に勝ち上がりましたが、故障のため1年休養することとなっております。その後障害に変更し、2勝にオープンと連勝し、重賞の、東京オータムジャンプでは2着になっております。血統は、父サンデーサイレンス、母の父がミスタープロスペクター。母系は近親に京都新聞杯を勝った名将クオリア、欧州年度代表馬で、G14 勝のアラジン、NHK マイルカップのイーグルカフェ等があります。初参加は昨年デビューしており、グランプール、ホルクスメルヘンが勝ち上がっております。タレ付け料は参加誕生後20万円となっております。ぜひご検討ください。はい、ありがとうございます。ネイティブハート号です。対抗が143、強力1、16歳です。本馬の競争成績ですが、2歳の6月に盛岡で進行、中央競争、魔界優勝、東北ジュニアグランプリ、中央の、IB ステークと、4連勝と、4連勝を飾っております。8歳の時には、GT のオーシャンステークスに入賞して、地方の最優秀誕生となりました。
は、大専門商馬三三を坪に持ち、兄弟は、クリスタルカップのジャンプなど3勝を挙げた、バリアントウィナー、フォトマックス、キャリーアウトなど、3区を挙げて中央で活躍しております。3区選手は、福大さんより、ダウンブルームが、南関東で3勝、その他あやめちゃんなどが勝ち上がっております。タレスケ寮は3区3勝を前に立っています。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ロードアルティマ号です。対抗162、距離195、簡易21.5です、14歳です。この馬は、2009年に、KIF ファームにて勝馬となり、初年度はわずか5頭の産地から、4頭がデビューしており、中央では、ロードシプリーム中永が勝ち上がり、ムラムラは新馬戦に着。ロードシプリームはその後、アスター賞2着、ムラムラはカンナステークスと、クリスマスロードステークスの、オープンレースで3着4着とそれぞれ、活躍しております。本馬ロードアルティマの競争成績は12戦6勝、2着1回3着2回と、非常に堅実で、新馬戦はダートで勝ち、特別戦の4勝は、1004から1600m で勝っております。血統の方ですが、父が、シーキングザゴールド、母はセクレッダムで、アメリカ6勝、G2 ガゼルハンデでは1着となっております。兄弟は、名勝馬ゴーウエスト、あとライオンキャバンと、世界屈指の両決です。ゴーンウエストの父は、ミスタープロスペクターですが、ロードアルティマと、ゴーンウエスト全兄弟ではありませんが、大変よく似てると思います。タレスケ料は世帯条件20万円、出生条件40万円と、去年と同じになっております。昨年急遽、トースタートで、経営をすることになりましたが、おかげさまで63頭に交配しました。勝馬の規模を見ていただければ分かると思いますが、KIF アウトも相当ずつ続けておりますし、必ず勝てる馬が出ると、確信しております。検討の方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。続きまして名勝ボーラー号です。対抗164、距離197、範囲今年13歳となります。父は、この後に出場する大地シャトル、3区も、本馬を筆頭に、重賞勝ち馬を、数多く出しており、名勝ボーラーは1番の後継志望となります。母は、名品ナイスレースで、3区も本馬のほかに5勝を挙げた名勝トップは、中央4勝、東海2勝の名勝キトリ、3勝の名勝篤姫、277と、3区が全て、中央で勝ち上がっております。本馬の競争成績ですが、2歳です。新馬戦フェニックス賞、小倉2歳ステークス、デイリーハイ2歳ステークスと、4連勝を果たしております。4歳になりまして、ダートの適性が開花しまして、シフティの、ガーネットステークスで3馬身差の快勝、ネギステークスでも7馬身差で圧勝し、
G1 のフェブラリーステークスでは DH で1分34秒7のレコードタイムで3連勝を飾っております。参戦席も、昨年、兵庫ジュニアグランプリを勝った西系もののクリスマスローズステークス、そして黒松町を勝ったもごもごパクパク、他に名勝一押し、名勝秀忠、ライムスピア、一見誘拐などたくさんの特別勝ち馬を出しております。単一量の方は昨年同様、辞退確認後50万円、出生条件で80万円となっています。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。最後に待機者トップです。対抗166、今日116、単位21.5、今年は G1 2勝で最優秀短距離馬となり、4歳時にフランスのジャック・ルマローに G1 3勝で、年齢代表馬と、最優秀5馬、最優秀短距離馬の3つのタイトルを持っております。父はデビュートバス、母はマルチで、競争参戦席は、先ほど展示しました、名称ウォーラーのほかに、NHK マイルカップを、勝ったウィン・クリューガー、JBC スプリントを勝ったサマーウィンドと、多くの重賞勝ち馬を出しており、昨年も、レッドスパーダが関谷記念を勝ち、去年、2013年、リーディングは24位となっております。今年、20歳ですが、昨年も、99頭に種付けして、受胎率、種付け回数と問題なくこなしております。予定の受胎条件での種付け量はまだ公表となっておりませんが、富士株が現在40万ぐらいであります。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。以上をもちまして、展示会の方を終了させていただきます。ありがとうございます。